群馬県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止島で定数は3。現在は、群馬1区と群馬2区の一部に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は、 以下のようである。第四十回衆議院議員総選挙会参日、1993年6月18日、投票日、1993年7月18日当日、有権者数、52万209人最終投票率 67.、67.96%、第三十九回衆議院議員総選挙会参日、1990年1月24日、 投票日、1990年2月18日当日、有権者数、49万2436人、最終投票率 77.、77.07%第38回衆議院議員、総選挙解散日、1986年6月2日、投票日、1986年7月6日、当日有権者数、47万442人、 最終投票率 78.、78.18%第37回衆議院議員、総選挙会参日1983年11月28日、投票日、1983年12月18日当日、有権者数、45万8502人最終、投票率 73.、73.21%第36回衆議院議員、総選挙会参日 1980年5月19日投票日1980年6月22日当日有権者数44万36人最終投票率78.43%第35回衆議院議員総選挙解散日1979年9月7日投票日1979年10月7日当日有権者数 435,867人。最終投票率 75.。75.64%第34回衆議院議員。総選挙人気満了日。人気満了に伴う投票日。1976年12月5日。当日有権者数。419,126人。最終投票率 82.。82.33%第33回衆議院議員。総選挙解散日。 1972年11月13日投票日1972年12月10日当日有権者数39万1846人最終投票率79.44%第32回衆議院議員総選挙会参日1969年12月2日投票日 1969年12月27日当日、有権者数、375,292万人。最終投票率 67.、67.42%第31回衆議院議員。総選挙会参日1966年12月27日、投票日。1967年1月29日当日、有権者数34、349。 867人最終投票率 80.、80.05%、第30回衆議院議員総選挙解散日、1963年10月23日、投票日、1963年11月21日当日、有権者数、334,224人、最終投票率 79.、79.82%、第29回衆議院議員、 総選挙会散日、1960年10月24日、投票日、1960年11月20日当日、有権者数、323,267万人、最終投票率 82.、82.64%第28回衆議院議員、総選挙会散日、1958年4月25日、投票日、 1958年5月22日当日、有権者数、316,234人、最終投票率 86.、86.74%第27回衆議院議員、総選挙解散日、1955年1月24日、投票日、1955年2月27日当日、有権者数 30,、30万178人最終、投票率、 86.98%。第26回衆議院議員総選挙会参日。1953年3月14日。投票日。1953年4月19日当日。有権者数。27万6464人。最終投票率 86.。86.14%。第25回衆議院議員総選挙会参日。 1952年8月28日投票日1952年10月1日当日有権者数27万7408人最終投票率84.26%第24回衆議院議員総選挙会参比1948年12月23日投票日 1949年1月23日当日、有権者数、25万9457人、最終投票率 82.、82.08%第23回衆議院議員、総選挙解散日、1947年3月31日、投票日、1947年4月25日当日、有権者数 26, 人、26万1954人最終、 投票率75.70%ありがとうございます。